一式劇場初のゲスト企画でございます。そんな記念すべき第一作として、26歳でこの世を去った若き天才石川啄木のちょっと珍しい一作をご紹介いたします。なお作中に登場する固有名詞などの解説は動画の概要欄に書いてありますので、ご興味あればぜひ覗いてみてください。それでは一式劇場ただいまより開演いたします。ああ、何か面白いことはないか。ほら、ゆうべ火星に行ってきた。そうかい。本当に行ってきたよ。面白いものでもあったか。芝居を見たんだ。そうか。日本ならメイドの飛脚だが、火星じゃ天井の飛脚でもやるんだろ。いや、そんなケチなもんじゃない。第一、劇場からして違うよ。一里四方もあるのか。バカなことを言え。まず青空を十里四方くらいの大きさに切って、それを圧搾して石にするんだ。石よりも硬くて青くて透き通るよ。それが何だい。それを積み重ねて高い高い無再現に高い壁を築き上げたもんだ。しかも2列にだ。壁と壁との間がただ5軒くらいしかないが、無再現に高いので仰ぐと空が一本の銀の糸のように見える。五軒の舞台で芝居がやれるのか。まあ聞きたまえ。その青い壁がどこまで続いているのかわからない。万里の長城を二重にして青く塗ったようなもんだね。どこで芝居をやるんだ。芝居はまだだよ。その壁がつまり花道なんだ。もうたくさんだ、寄せよ。その花道を役者がまず感覚を引率していくのだ。火星じゃ君、役者が国王よりも権力があって、芝居が始まると国民が一人残らず見物しなきゃならん憲法があるのだから、それはそれは非常な大入りだよ。そんな大仕掛けな芝居だから準備にばかりも10ヶ月かかるそうだ。お産をすると同じだね。その役者というのがまた素敵だ。火星の人間は一体僕らより足が小さくて胸が高くて、そして頭がむやみに大きいんだが、そのうちでも最も足が小さくて、最も胸が高くて、最も頭の大きいやつが第一流の役者になる。だから君、火星のアービングや團十郎はニコライの街道の丸天井よりも大きいくらいな烏帽子をかぶってるよ。驚いた。驚くだろう。君のホラにさ。ホラじゃない、本当のことだ。少なくとも夢の中の事実だ。それで君、ニコライの街道の屋根をかぶった役者が何十億の感覚を導いて花道から案内していくんだ。花道から感覚を案内するのか。そうだ、そこが地球と違ってるね。そこばかりじゃない。どうせ違ってるさ。それでね、僕も感覚の一人になってその花道を行ったとしたまえ。そして並んで歩いてる人から望遠鏡を借りて前の方を見たんだがね、20里も前の方にニコライの屋根の頭が3つばかり見えたよ。行っても行っても青い壁だ。行っても行っても青い壁だ。どこまで行っても青い壁だ。
君、どこまで行ったってやっぱり青い壁だよ。舞台を見ないうちに夜が明けるだろう。それどころじゃない。花道ばかりで何年とかかかるそうだ。いい加減にして幕を開けたまえ。だって君、どこまで行ってもやはり青い壁なんだ。冗談じゃないぜ。冗談じゃないさ。そのうちに目が覚めたから夢も覚めてしまったんだ。ひどい男だ君は。だってそうじゃないか。そう、何年も続けて夢を見ていた日には、火星の芝居が始まらぬうちに俺の方が腹を減らしてめでたく大大宴になるじゃないか。俺だって青い壁の果てまで見たかったんだが、そのうちに目が覚めたから夢も覚めたんだ。はい、ということで、はい、いかがだったでございますでしょうか、ね、ということで、はい、本日は一式劇場初のゲスト企画、そしてその第1弾として俳優の村井亮太さんをお呼びしました。よろしくお願いいたします。俳優村井亮太、2007年ドラマ風魔の小次郎で主演デビュー、その後仮面ライダーディケイドに出演し人気を博す。現在舞台映像で活躍中。近年の主な出演作に舞台デスノート、ピカソとアインシュタイン、ラブズレイバーズロスト、恋の骨折り損、魔界転生、レント、映画最果てリストランテ、真田重雄氏、毒虫、ドラマ教場、チートなどがある。今後の出演作として舞台生きる、映画十二人を着た悪魔など。ようこそいらっしゃいました。鎌倉まで遠路はるばる。いえいえ、ようこそいらっしゃいました。本当に今回は呼んでいただきありがとうございます。こちらこそです。本当にありがとうございました。暑かったですね。本当に。でもここすごいいい場所ですね。いいでしょう。いいですね。本当もうこれだけで舞台になっちゃいますもんね。いや本当ですよ。ねえ、なんならねここから見てもいいぐらいの感覚ですよね。本当本当、もうここにお客さん呼んでここに入れちゃいたいぐらい、いやそれぐらいの空間なんですけども、ね、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、いやとてもとても、あの大変勉強になりました。こちらこそ大変勉強になりました。こちらこそありが、あのこの作品、まあ、読んでみて率直にいかがでしたか、この作品。一番最初読んだ時は本当に正直謎が多かったです。うんうん、これは一体何を伝えたいのか、うん、要はね、その面白おかしい話をしている人、その人物像がまずこうパッと思い浮かばないというか、うんうん、なんかどうとでも取れちゃうんですよね。そうですね、そうですね。そこが難しいなと思って、まああのこう本当に言葉巧みに、あ、面白いお話を聞かせてやるよみたいな、でこういうことがあってね、こういうことがあってこうだったんだよっていう、この何ですかね、そのホラー話をやって相手を楽しませたいやつなのか、うん、何なんだろうな、途中からこう色が変わってくるというか、ちょっと会話がずれてきたりとか、微妙なさじ加減のセリフというか、でセリフもまたあの最初はすごく話す口調で始まるというか、すごくラフな感じで始まるんですけども、途中から本当にやっぱりちょっと詩っぽいというか、うん、なんかセリフとも違う、その喋り言葉とも違う、うん、なんかまあ歌でもないけどちょっとこうなんでしょうね、ポエムなところがあったりもして、そのやっぱさじ加減がすごい難しかったですね。これあの一見こうするとつらつらと行くと本当に男2人が暇つぶしのように会話をしているような作品だと思って、どう面白くすればいいんだっていう風なところがあったかと思うんですけども、うん、そんな中取り組んでいただいて、実はこんな作品背景があったんだよっていうのをいつもは一人で解説してるんですけども、はい、今日は亮太さんに解説にお付き合いいただきたいと思います。ぜひともよろしくお願いします。なのであのそうなんです、そのためにやっぱり石木さんはその後解説が素晴らしいのでもう僕は本当に
結構知らない状態で来ました。そうですよね。なるだけこう予備知識というかそういう知識を入れずに石木さんのこの解説を楽しみに僕はなのであの村井さんファンの皆様、この解説は私が多く喋りますいやいや、たくさん喋ってくださいも本当にそれを楽しみにしてます。りょうたさんと対談形式であのトークをさせていただくのは後編の動画の方で、お楽しみいただければと思いますので。なるほど。ちょっとそちらの方をお楽しみにしていただければと思います。まずはでは今作の解説をお楽しみください。石川啄木先生、本名石川はじめさんというんですけども、1886年に岩手県のご出身でして、一家に生まれたただ一人の男の子として大変可愛がられたんですね。4人兄弟なんですけども、そのただ一人の男の子だったわけです。なんですけども、病弱な体質であったこととか、本当にもう想像を絶するくらい貧しい生活があったおかげで、26歳という若さで肺結核で亡くなっております。ちなみにこの火星の芝居、石川啄木先生が実際に見た夢をモチーフにされたそうです。へえ、そうですかそうなんだそうです。こんな青い壁がずっと続くだなんていう悲しい夢を実際に亡くなる4年前に見られて、それで書いたと。じゃあ実話でもあるんですね。一応そうですね、反エッセイでもあるという作品でございます。でですね、この作品にはもうちょっと秘密がありまして、はい、その与田さんが冒頭で珍しい作品をご紹介するというふうにもおっしゃってくださいましたけれども、反対でした今作で何よりも珍しいのが、なんといっても書かれ方、セリフの書かれ方、そのセリフしか書いてない、まるで戯曲のような形で書かれてるんですけども、石川啄木先生が書いた作品の中でこのような書かれ方をしているのは2作しかない、この作品と、もう一つが一利己主義者と友人との対話という、ちょっとこう堅苦しい、こうどう楽しめばいいか分かんないようなタイトルなんですけども、確かにこれもめちゃくちゃ楽しいんですよ。はあ、歌人のあなたがそんなこと言うみたいな、結構辛辣な思想がずらずらと書いてあって、これもぜひ亮太さんとやりたいじゃあ第2弾だ。第2弾でちょっともう本当に啄木縛りみたいになっちゃうんですけども。確かに啄木縛り。そうなんです。これもぜひよければ青空文庫で読めますので、ぜひとも読んでみてください。となると、この一利己主義者と友人との対話、火星の芝居、どちらが先に書かれたかというと、火星の芝居の方が先に書かれているわけです。なので僕は思うんですけども、これは石川先生が書いた初の処女戯曲に当たるんじゃないかなというふうにも思ったわけでございます。確かに本当にいろんなもの、小説であったりこういうものも書かれてる。だから大まとめに言うと文学者っていう立場になると思うんですけども、その中で戯曲らしいものを書いた初めてのものがまさにこれだったと。確かに経路が全く違いますよね。全く違うんですよ。だから他の評論家の方もこの火星の芝居とかはどういうジャンル付けをしていいのかっていうのが非常に困難であるというちょっと珍しい一作でございました。そうですね石川啄木先生、やっぱり学校で習われた方なんかはやっぱり歌人、短歌を読む歌人というイメージが一番強いんじゃないかと思われるんですけども、有名なのですと、働けど働けどなお我が暮らし、楽にならざりじっと手を見るという、ね、本当に石川先生の貧困っていうのはやっぱり壮絶だったらしくて、そういう面でこんな短歌もあります。戯れに母を背負いてそのあまり、かろきに泣きて三歩歩まず、唯一の男の子として元気に育てるためにお母様は自分が食べる分のお肉っていうのをほとんど石川先生に譲っていたんだそうです。なのでそんなお母様をちょっとふざけておんぶしてみたらば、あまりに軽くてちょっと泣いてしまって散歩と歩くことができなかったっていう一種なんですね。なるほど。貧困のもう一つの理由としては、非常にこう女性遊びが好きだったと。ということで、稼いだお金とかっていうのを家族や妻子供のために使うんではなくて、すぐに女性遊びに使
使ってしまうという非常にこう良くない部分もあったわけなんですね。そうなんです。一つ面白いエピソードがありましてですね、石川先生はローマ字で日記を書いていたんです。へ、なんでローマ字かっていうと、まあ、恥ずかしい内容を他の人に読まれないためなんですよね。まあローマ字っていうのはもう本当にその当時ごく一部の人しか読めないわけなので、ローマ字で書いてた。なので今日は浅草に行って女を買ったなんていうのをローマ字で書いたりするわけなんですけども、ここで一つ盲点があったわけです、奥さんがローマ字が読める人だったっていう盲点ですね。それはバリバリのサイトだったっていう盲点があって、あ、そうなんだ。しかもその後石川先生が亡くなって1970年代には書籍化までされるっていう恥ずかしい貧しさがたたりまして、石川先生はもうありとあらゆる友人からお金を借りに借りまくるんです。もう借金を返すために金を借りるみたいな、そんな生活が続くんですけれども、そんな最中に石川先生が読んだ一句、一度でも我に頭を下げさせし、人皆死ねと祈りてしこと。どうした？なんでそっち側行っちゃうの？そうなんですよ。タクちゃんどうしたの？そんな子じゃなかったの？そうね、お母さん軽くても泣いちゃうみたいな感じだったのに、急に死ねばいいみたいな。どうしたの？化けの皮剥がされたらもう剥がしっぱなしみたいな。そんな壮絶な一句聞いたことない。すごいですよね。しかも借りてるんでしょ？借りてる側の発言じゃないですよね。ちょっとブラッキー卓木、恐るべきところでございまして。なるほど。けれどですね、貧しさというものが人を孤児にまでしてしまうのかと、ちょっと恐ろしくなりましたよね。だから卓木先生のエピソードとかを見ると、やっぱりこうどうしようもない部分とかっていうのが結構目立って見られるんですけども、でも僕はやっぱりこの貧しい、凄まじいほどの貧しさっていうのが人をこんな一首を読ませるまでにしてしまうんだっていうのがちょっと恐ろしくなりますよね。そうですね。しかも言葉を選ぶ人たちじゃないですか。これが公の目に触れるって分かってる人たちなのに、そのタガが外れちゃってるというか、ブレーキがもう効かなくて、もう全てがさっき亮太さんも言ったように素っ裸の状態になってしまってる。だから貧困によって輝かされたものもあると思うんですよね、石川先生は。だけども最終的にはやっぱり結核のための治療の薬を稼ぐお金すらやっぱりなくなってしまってるので、貧困によって輝かされ貧困に蝕まれていった作家だっていう、非常にこう矛盾、強い矛盾が生じてる人生だなっていうふうに思うんですよね、なんか景色が見えてくるというか、ね、卓木先生の本当に大変だった時代というか、その環境というかがこうひしひしと伝わるものになってますね。家族をこうふるさとに置いて一人で東京で死に物狂いにこういう創作活動、この火星の芝居もそうですけども、一人で創作活動をしていて、いかにそれが孤独だったのかっていうのが伺える歌もありまして、ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中に僧を聞きに行く、この汽車の駅、停車場っていうのは汽車の駅ですけれども、そこでこう家族が使っているようなふるさとの鉛っていうのがちょっと聞こえてきたんですよね。誰かが使うような鉛言葉が、あまりにそれが懐かしくなってしまって、突然襲い来るホームシックに、多分その停車場駅には用がなかったと思うんですよ。でもあまりに孤独で、それをただ聞きに行くためだけにそっとその駅に寄って方言だけを聞きに行くっていう、でも足りないんでしょうね。それでも足りないでしょう ね全然足りないんでしょうね。足りないでしょうね。余計悶々としちゃうみたいなのがあるでしょうね。人と人の離れた距離と心の距離が今よりもやっぱりね、何千倍何万倍とあるから、ちょっと想像するだけでハッとさせられるというか、すごいですね。そうですよね。前編の動画の終わりにということで、亮太さんいかがでしたでしょうか。そのなんでこのタイトルを青い壁にしなかったんだろうな。なぜかというと、最初初めて読んだ時非常にファンタジーで、そうですね、そうですね、すごく面白いというか、その明るいものだと思うんですけど、こう卓木先生のこう人生を聞いてやっぱ読むとこうダークな部分が見えてくるんですけど、ピュアというか、回り回ってすごく夢を求めていたというか。そうですね、それは本当そうですね。なんだかんだで夢を諦めないし、夢というものが素晴らしいものだっていうのを、忘れない、
何かピュアな気持ちがある。だからなんか火星の芝居というこう何でしょう、こう打って出たというか、このタイトルに打って出た感じがすごい伝わりますね。むしろ青い壁にしたくなかったかのような、ね、そうですね、もうあくまで火星の芝居、火星の芝居。今おっしゃってくださったように、やっぱり読めば読むほど後半に行くにつれ、その夢の中に居続けたいというか、うん、その僕役で言ったら僕の方の役が、いやそんなことはないって言っても突っぱねて、うん、とにかく空想の話にずっと居続けたい。現実はきっと借金のこととかがいっぱいあるし、置いてきた家族のこととか、幸せってそもなんだろう、頭の中がいっぱいだけど、ちょっと今はこの友達と空想の中にいたいんだっていう、この妙な熱量というか、そうですね、たわいもない男2人の会話の作品というよりも、ちょっとその卓木先生の妙な空想への固執みたいなものがちゃんと演出できていたらいいなと思って、カメラ割りもね細かく一緒にやっていきましたよね。いやこだわってましたね。ねえ、ましたよね、はい、炎天下の中で。いや全然楽しかったです。一回亮太さんの真上にセミが止まった時ありましたよね。あったね、ほんと真上に止まったね。ミン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 鳴いて。あいう気にしなくていい。あ、ですか。うん、もちろんじゃん、自然も演出の一つだと思って。随分間近に止まりましたね。本当だね。3人目かのようにね、登場人物。そうちなみに、はい、今日は撮影日が2020年8月21日ですけれども、うん、1911年、卓木先生が亡くなられたのが1912年なので、その一つ前の年1911年の8月21日は卓木先生があることをした日なんですけども、何かお分かりになりますか、亮太さん。あることをしたんです。それはなんか小説に関係ありますか、それともその人の、プライベートのあれですか。お仕事に関係があります。お仕事に、なんだろう、なんでしょうね、何かの賞を受賞したとか、そういうのではない。最後に短歌を読んだ日なんです。読んだ日、はい、これが人生最後だったんです。正確に言うと17つの短歌を編集者、雑誌の編集者に送りつけた、その日がまさに1911年の今日なんです。その中の一首にこんなものがあります。ただ一人の男の子なる我は各育てり、父母は悲しかるらん。たった一人のお家の男の子として生まれたけれども、こんな風に育ってしまった、両親は悲しむだろうな、というのが亡くなる前年、そして最後に読まれた短歌のうちの一つと。だんだん卓木先生に同情しちゃうね。本当そうね。本当同情しちゃうね。そんなことないよっていうためにも、ぜひまた我々で卓木先生の芝居をそうだね、素敵に昇華させてね、ちゃんと昇華させていきたいと思うんですけれども、うん、いやー、卓木先生応援したい。応援したい、ね、でもぜひともまた次回、亮太さんとそんな風にお芝居ができればと願ってやまない意識を経でございます。はい、何卒絶対に2回目にも参加するぞという意気込みの村井亮太でございます。ありがとうございます。それではぜひ後編で対談のトークの方でお楽しみください。前編はこれにて、それではまた。次回の一式劇場は浴衣っていう案は、これ村井さん発案ですから、取材したことをいかにカットするかっていうのがまた美学だよと。ほう、朗読劇ですと歌っておきながら芝居ですっていう。そして村井さんの驚いたわけとは。はい、はい、ありがとうございます。それも自分に言い聞かせる。あ、そうです。あ、OK、それです。石木さん、もうちょっと後ろでもいいかも。石木さん、そこでいいかも。はい、ありがとうございます。いい感じの締めっぽかったね。いい作品になるといいな。